本日は野球をやっているとよく言われる下半身を使ってボールを投げるとは何かっていうのを考えてみます。まずはアッパレメンバーにも話を聞いてみます。ジュン、はい。投げるときに下半身って使う？急ですね。急。いや、使うでしょう。どうやって使う？どうやって使う？使い方を説明しろって言ったらできる？ああ、使い方、まあ、意識とかはありますけど、どう実際使ってるかは確かに説明しろって言われたら難しいですね。投げるときに、ね、はい、下半身って使う？下半身使いますよ、もちろん。どうやって使う？使い方を説明しろって言われたらできる？使い方を説明しろ。下半身が動くことで上半身がついてくる。反省した時、心の感じ出てる。ニューさん、はい、お疲れ様です。はい、投げる時に下半身って使ってますか？下半身が、やはり下半身の使い方を説明しろと言われると難しいようです。本日はライバチなりの下半身の使い方を気づいたので練習します。次に重要なことに気づきました。何？下半身を使えていなかった。何？というのもですね、はい、この間の BC の村田投手とやってもらった時に、お投球フォームちょっと教えてもらったんですけど、この右の股関節、うん、股関節、はいはい、ここを使えていない投球フォームだったドライバーには。お結局バッティングする時も、うん、こっちから本来回るじゃないですか。そうだね。でピッチングも一緒で、うん、こう練り上がってくるような感じが、まあ、村田投手的にはいいんじゃないかと言っていて、うん、で改めて僕のフォームを見たところ、うん、全然、うん、ああ、かかしのような、かかし、もう、はい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 、全然使えてなくて、うん、もう腕だけでコントロールしようと、強い球投げようと、いけないやつ、はい、結果それがもううまくいかず、うん、コントロールが乱れ、うん、相手のキャッチボールの人も嫌がって僕もどんどん嫌になって一歩になっていく。悲しすぎる、しました。悲しすぎるな、そのサイクルは。っていうのをちょっと改善したく、まず1個、うん、こっちでちょっと回るやつ、お、まあ、また割りするようにって言ったんですけど、こっから、うん、こっちからこうねじ上がってきて腕が、あ、なるほどなるほど。でもあんま意識したことなかったな、そんなこと。右を回すとか、あ、それできる人の意見。いや、じゃあじゃあ、まあまあそうなのかもな。そもそも自分の軸足が左なのか右なのかというのは個人差もあるらしく、今回ライパチは左足を軸にして右足で勢いをつけるフォームというのを練習しようと思います。このガニ股からスタートなの。強制フォートしてる。で、こう、はいはいはい、俺も一応ガニ股で普通に投げる。なんだ、逆にやめとこ。ああ、なるほど。そうだね、あのしなった腕の投球だった今の、はい、この質は。ああ、うん、大体最初は大体取れるとこ、大体ね。いいいい、どこで話すか言ったとか、なんか分からないじゃないかな。下半身で投げるといういわゆる抽象的な言葉の意味を多少頭では理解したと。はい、いいじゃん。なんか投げやすいよね。腕が張り合いすぎるとか。うん。振られないですか。振られる、勝手に。ああ。で、右を回してる感覚なの。こっから動かしてるから。へえ。前も多分。顔も意識したから。そうか。大臀筋の骨と股関節のところって回るような関節になってるけど、それが普
通に折り曲がるような関節のような動きをしてたってことか。はい、なんか回すんじゃなく、なんかもう本当に。こんなような。腕を振ろうとするのではなく、足から回そうとすると自然に腕も振られてくる感じがしました。結果的に自然と目いっぱい腕も振れてます。あ、なるほど。確かにこれ腕振る感覚はないわ。おお、今なんか一段伸びてよ、ポーンと。いやいや、すごい話です。確かにその割った状態で投げるとあんま肩肘2つこない。さて、ビフォーアフターで見比べてみます。パッと見一緒なんですが、この辺からへそ周り上半身の動きに差が出てきます。この投げ終わりです。以前は体重も乗り切らず腕で投げようとするがために逆に腕が振り切れていない感じがします。一方、矯正後は腕の振りと合わせて上半身も前に乗り、結果体重も前足に乗り切っています。下半身を使ってこういうことなのかなっていう。今のいいね。全然負担なくて投げれる。顔の負担はすごいけど。いや、それは受け取る側の問題だ。球が速いんだけど優しさがある。ああ。つい乱暴じゃない。なんだろうな。なんだか目いっぱい力を入れて投げなくてもいい球が投げられるような感じがしました。今右の股関節を使った、投げ方で果たして、回転数や球は上がるのか、上がってるのか、ね、ちなみに前回マウンドから思い切り腕を振って投げた時の球速と回転数はこちら、107キロと1624回転。果たしてこれがどう変わるのか、はい。110キロ1534回転。あら、回転数は落ちてしまった。そんなはずはない。もう一球。今のね、たまに強さあったよ。下半身のこの股関節の動きだけ。おお、だいたいこれ、お、107キロ1547回転。数字は伸びない。しかし球の質は上がっているはずだ。出力上げる。はい、110キロ1654回転。両方とも上がったよ。ようやくあの上がった。33年目にして大塚だ。体がようやく下がりました。あのドラゴンボールのヒルデガーってします。半分ですよ。ようやくつながってきた。というわけで下半身を意識して使って投げてみたわけですが、そもそもこんな風に考えながら投げていないという方も多いと思いますし、体に合う合わないもあると思います。ただ同じように悩んでいる方にとっては少しでもヒントになればいいなと思います。突然ですがイベントの告知でございます。お、イベント、我々チャンネル登録者数ついに50万人を超え、はいはい、なんなら52万人を超えております。はい、ちょっとタイミングが遅れたんですけど、オフ会をやります。聞いてません。はい、初めて言いました。はい、なんかクニョンシティビは以前こう、うん、ちっちゃいとこ貸し切り、ちっちゃいオフ会やってましたけども、我々はあんなもんじゃないですよ。なんとなんかキモい。なんとですね、うん、船を、は？船を貸し切って舞台をやります。ボートクルーザーを貸し切りました。え、相談、何が
いやいや、そうだ、これは完全に独断と偏見でもう決めました。え、なんかさ、普通になんかこう、なんかホールとかそういうとこじゃなくて、そんなん国をしてみいっす。いやいやいや、船ですよ。オフ会といえば船、船借りてどうすんだよ。独断と言えば船なんですよ。いや、全然聞いたことない。船で皆さん一緒にこうパーティーをしながら、いろんなこう今までの話だったりとか大こうじゃんけん抽選会とか、とにかく盛り上がる面白いことを今企画しております。動くの船、動きますね。もちろんあのディズニーランドの感じじゃなくてですね、ちゃんとあの東京の竹芝桟橋というところからですね、おーっと出ましてですね、お台場とか東京湾をぐるっと回りながらいい景色を見つつ野球の話をして最高の一日にしようという。いやいや、我々話いる、スーパーオフ。いやいや、好きだけで野球にしかないよ、半々でいこう、半々で、そういうスーパーオフだよね。決定したんです。いや、もう決定です。なんなら2月29日に決まりました。いやいや、予定開けといてください。いやいや、土曜日11時から14時の短いちょっと3時間っていうあれですけどね。まあまあ、目いっぱい詰め込みますから。全然飲み込めてないけどね。飲み込んでください、ね。まあ、イベントやるんだよね。やります。それも全然納得。はい。それ納得だ。詳細は動画概要欄に貼ってきますね。あと見てください。船、船、俺もね、俺も見るわ。見てください。船。で、もちろん参加者の方には、ね、面白い参加特典。うん。お、いい、この時のため、ここでしかゲットできない。そういうもの用意してますから。気合が違う。気合入ってますよ。黙入してみたら違うんですよ、こっちは。本当に。何回も言いますよ。トップオブ野球 YouTuber ですから。キモキモ。はい、じゃあ、ぜひお二人皆さん一緒に楽しみましょう。お待ちしております。僕も概要欄見ます。はい、あ、おっ、99キロ1789回転。でもなんか普通に投げたら投げやすい。そうなんだ。それ投げてるから、それずっと。104キロ1836回転。あの、変えなくて大丈夫です。あれ